それぞれの大臣、また副大統領については、私どもが要とすることをすべて理解をしているぐらいの拉致問題に対して、米国としても重要な問題である、間違いなく浸透しているということを確認をして帰ることができました。また菅長官は、安倍総理大臣が条件をつけずに金正恩委員長との会談実現を目指す決意であることを説明しました。これに対し集会に出席した北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也さんは、我々の望んでいる北朝鮮への要求の水準が下がっているとは全く感じていないと述べ、理解を示しました。また議員連盟の古屋会長は、日朝首脳会談の実現に向け政府に協力していくと強調しました。